て、どうしましょうかね。例の君吉家の祖母秋ですが、やはりこの数日誰も目撃した者がいないそうです。そこで君吉当時に先日任意で聞き込みを行いました。彼は日曜日岐阜県の山に出かけていたことにつきましてはあっさり認めました。何でも沢釣りに行ったとのことです。早い話が偽装の可能性が高いということね、花田くん。トモエちゃんに頼めないのが本当に痛いですよ。それに根掘り葉掘り理由を聞かれるのもなんですからね。冗談じゃない。こうなったら直接聞いてしまった方が早いかもしれませんね。
行きますか。あの時は普通の娘さんだと思っていたんだけどな。しかしまあ、こういう問題が起こった後は疑心暗鬼にもなるってものです。うまく考えたな。まったく。おっと。時の大丈夫だよ、東堂くん。本当に何もなかったから。君よし、話してくれ。俺、もう嘘は聞きたくない。あ、そしたら私、もう何も話せなくなっちゃうな。いやー、失礼。こんにちは、君よしさん。え？
お取り組み中すみませんね。この前はどうも。大石です。沖ノ宮処方の大石。おや、これはいつかの学生さん。もしかしてお邪魔でしたか？何か用ですか？特に用はないんですよ。あなたには。若いなぁ。それにしても。あれから何かお変わりありませんか？ああ、そうそう。実はですね、以前この公園で偶然こんなものを拾いましたね。ほら。君吉。おやおや、やっぱりあなたのだったんですね。同姓同名かと思って警察に届けようと思っていたんですが、いやーよかったよかった。要はそれだけですか？ならもう外してもらえませんか？俺、君吉とこれから出かける予定ですので。学校とか近所の聞き込みでは、引っ込み思案なおとなしい子だって話でしたが、わからないものです。あんな風に怒声を上げるほどに気が強いとはちょっと意外でした。まあお邪魔でしたらさっさと退散しますけどね。あ、そういえば先ほどご自宅の前を通ったんですけど、へえ、塗り替えてましたね。あ、なんかいたずら書きでもされちゃいました？ここ最近多いんですよね、壁にいたずら書きをされた家が。テレビとか雑誌で見たことありません？魔除けのあれ、誰がお書きになったんでしょうね。ひょっとしてあなたのご家族が？
そうそう。おばあちゃん、お元気ですか？ご近所の方々が心配してましたよ。それは。ここ数日、お顔見てないって。どこかお出かけになっているんですか？君よし？君よし！やはり前の印象の通りだ。だとしたら、またやりすぎましたかね。あなた、何のつもりです？いや、勇ましいというか身の程を知らないお子様ですね。突っ込んでろと言ってるのがわからないのか？ほら。彼女は怖がってるんです。そっとしといてあげてくれませんか？ではお伺いします。君吉さんはなぜ私をあれほどに怖がるんでしょうね。そんなこと、俺は知りません。それよりも、聞きたいのは俺の方です。あなたは、一体何者なんですか？私は出版社の、嘘だ！ではそうだとして、私は一体何者なんでしょうかね。暴力団の人、とか。暴力団？そんなものに見えますか。よりによって仇の連中と同類に見られるとはね。あいにくそういうもんじゃありません。こういうもんです。あなたは、君吉さんが通う学校の生徒ですね。お名前聞いてもよろしいでしょうか？東堂明と言います。東堂明さん、ね。なぜ刑事さんは
君吉を追いかけているんですか？さあ、どうしてでしょう。君吉が雛見沢出身だからですか？なるほど。それについてはすでにご存知というわけですか？詳しくは知りません。ただ出身がその隣町の沖宮と聞きましたから。それで君吉家がどんな家かってことは知っていましたか？いえ、君吉の家の周りがその以前奇妙な飾り付けがしてあったので。見たんですね、あの様子を。では東堂さん、あなたの勇気に免じて少しなら答えられる範囲で教えてあげましょう。彼女のことで何か知りたいことはありますか？雛見沢のお社様は君吉たちと何の関係があるんですか？そうだな、あるいはこの子なら彼女も耳を傾けるかもしれない。それではお話しましょう。これはあなたが君吉夏美さんにとって大事なお友達だと見込んだからです。いいですか？はい。雛見沢は大昔鬼ヶ淵って地名で呼ばれていましてね、今でもその名前は残っていて、村の奥にある沼、名前が鬼ヶ淵というんですが、その底は鬼たちの住む国とつながっているという言い伝えがあります。鬼の住む国。そして鬼ヶ淵は周辺の村から恐れられていたと同時に崇められてもいたんですよ。鬼たちはある種の仙人でもあったといいます。例えば淵の病にかかった村人を鬼ヶ淵に運んで治してもらったりとかね。でもそこはやっぱり人食いように、こんな昔話があるんですよ。息子を治療してもらった代償として連れてきた母親を食わせろと。もちろん母親は息子を連れて逃げます。これをですね、鬼ヶ淵の住人鬼たちがですね、全員で追いかけて取り囲んで捕まえたんだそうです。村人がみんなでですか？そうです。で結局母親も息子も捕まって食べられてしまうんですよ。
そして昔話の中で必ず村人全員に言われることが、鬼の狩りの時には絶対に邪魔をしてはいけない、家に閉じこもって布団をかぶってろってことです。それってどういう？獲物となっている人を助けたりかくまったりしてはいけないと。鬼の狩りを邪魔しない限り危害を加えない、そういうルールなんですよ。もしルールを破ったらどうなるんです？さあ、何しろ人食い鬼ですからね。昔話よりも君吉のことを教えてください。一体雛見沢って何なんですか？そもそもお社様って。まあまあ、そう焦らずに。ここ結構大事なところなんですから。つまり鬼ヶ淵、今の雛見沢に住んでいる人にはある種の特殊性が備わっているということです。特に御三家と呼ばれる人たちにはその傾向がとても強く出ていると言っても過言ではない。御三家？雛見沢にはですね、代々血筋を受け継いだ御三家という旧家があるんです。村の誰もが尊敬してやまない家柄のことでしてね。御三家とは具体的に言うと、園崎家、古出家、そして夏美さんの君吉家の3つのことです。君吉の家って確か雛見沢の村長なんですよね？あ、いや、ご存知でしたか。しかも君吉家は選挙で選ばれたんじゃない、世襲です。村長を代々輩出してきた実力者の家系なんですよ。そして何百年にもわたって村のリーダーをずっと担ってきた。何百年もですか？となれば村人たちの信頼はとても厚い。村を代表する家系ですからね。さて、こうした信頼がどこから来るかご存知ですか？村の人のためにとても良いことをしたとか、あるいはお金持ちだとか。実績はもちろん必要ですがね。雛見沢の村では何と言っても血ですよ、血。血？今の話から何を意味するかお分かりですよね。分かりませんか？つまり鬼の血ってやつです。そういうことです。君吉家の一族はですね、雛見沢の中でも最もその血を濃く受け継いだ一族の一つなんですよ。もちろん夏美さんもその一人だから。って君吉が鬼の血を受け継いでいる、そんなこと信じているんですか？ねえ、そうです。
確信しているからこそ私たちはここにいるんです。バカバカしい。いいえ、バカバカしくなんかありませんよ。実際今までに平見沢出身の人たちが次々に恐ろしい事件を起こしています。テレビとか雑誌とかで毎日のようにやっていますから。あなたもご存知のはずですよね。ならお分かりじゃないですか。しかも旧家とは縁の薄い者たちですら事件を起こしたり巻き込まれたりしている。だとすれば、それ以上に縁の深い君吉家なんかはもっとひどいことになる。なんて思いませんかね。それじゃあ君吉があんな恐ろしい事件を引き起こすって言うんですか。いや、それはわかりません。ですが、それを疑うからこそこうして調査しているんです。わかっていただけましたか。そんな。嘘だ。君吉がそんなこと。バカバカしい。そんなことありえない。でもあなた、夏美さんが雛見沢出身かどうか最初に聞きましたよね。君吉夏美が雛見沢の出身で、それがどういうことを意味するのかを確認したかったのは、彼女に対して何らかの疑いがあったから。そういうことじゃないんですか？疑いなんか、俺は。疑いがなくても不安だった。そうでしょう。不安の原因はもちろん雛見沢の出身だからです。雛見沢にまつわる噂を口では否定しながら、実はあなたは恐れていた。違いますか。我々は事件の裏を疑うからこそ調査し、真実を知ろうと動いているのです。あなたとは違います。こっちは真剣なんですよ。違いますかね。なぜならあなたはただ疑うだけだ。彼女を信じる勇気もなく、真実を知ろうと努力もせず、ただ逃げているだけ。私にはそう見えるんですがね。どうです。俺は逃げてなんか。では逆にあなたにお伺いします。あの子のこと、本当に助けたいと思っているんですか？どういう意味ですか？つまりはこういうことです。最初に確認したってことは、人を殺すようなイカれた連中と君吉夏美が同類だったらどうしようかと、最初に予防線を張ったわけだ。あの子のことを心配していると口では言いながらも、その点については目をそらしている。それであなたは彼女のことを本当に理解しようとしているって言えるんですかね。
私、夏美と話してみるよ。それで、何とかする。しさと。うまくできないかもしれないけど。いや、うまくいかせる。それで、元通りになったら、アキラくん、あとは任せたよ。え？え？じゃないでしょう。あんたが彼氏になって、夏美の防波堤になってやれって頼んでんのよ。いい？わかった？俺は、どうすれば。また、逆にお聞きします。あなたは、どうしたいのですか？俺、君吉と話してきます、刑事さん。俺たちに少しだけ、時間をもらえませんか？ねえ、わかりました。それじゃ、何かありましたらここへ。やれやれ、若いっていいな。間に合えばいいんですけどね。さて、うん？おっちゃ、しまったな。何も起きていなければいいんですけど。もしもし。すみません、ひょっとして私に誰か連絡を。本当ですか、それは。くそ。たたられてるのか、私は。ことごとく裏目に出ちまって。